けまして、おめでとうございます。宮迫です。よっ。よっ。睨みや睨み。毎年やってるけどな。ね、まあまあ、明けましたね。明けましたので。おめでたい。はい、まあまあ、今年はね、もうこの竜宮城もオープンしますので、まあ新たな気持ちも込めて、ちょっとね、書き初めをちょっと、また恒例ですけども、はい、したいと思います。いろいろございましたので。いや、いろいろありすぎましたね。いろいろありすぎたのでね。じゃあちょっと書きますね。早速。はい。いきます。はい、はい、今年のね、まあ、抱負といいますか、はいはい、こちらです。はい、はい、ダメなオイラにドロップキック、ね、まあ、去年のダメな、もうダメダメやった自分がね、やっぱね、追っかけてきよるんですよ、年明けても。だから振り返ってドロップキックゴーンってやって、その勢いでまたさらに前に進むというね。ほう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 、なやこれ僕らちょうど思ってました、それ。よかったよかった。この空調を止めていることによって、極寒の中、そして去年の後半の酒の飲みすぎで、手が震えて字が書けないです。ダメなオイラじゃないですか。そういう自分の心にドロップキックですよ。ボーンと。今年はもう前向いて、もう進むしかないですから。まあ今年はいろいろとね、大きな、この催し事が、はい、企画がいっぱい、もう盛りだくさんなので、まあ、皆さんがすごく待ってくれているものも、ようやく、はい、公開しますので、はい、動き出しますね、いろいろ動き出します。それだけではございません。ちょっと面白い食の企画というのもですね、すでにもう収録も終わって、これも公開しますので、もうこうご期待します。あとちょっとまだ言えないですけど、もしかすると何かに出るみたいなことも今ちょっと進んでおりますので、はい、楽しみにしていただければなと思います。確かに、はい、いやー、しかし大変な一年だったなですね。そうなんですよ。でもここでちょっとね、なんかぐっと落ち着いていただきませんか。もうさらにさらにエンジンをぶん回して走っていきますので、いやしんどかったなダメダメダメですか、このトーンダメよ。だからこういう気持ちにもドロップキックなんですよ。そうそうそういう意味で言ってるんですよ。そうですね。お、素晴らしい。そういうことや、はい、そういうことや。ファンの方は不安に思ってる方もまだいるかもしれませんけど、そんな不安もね、ドロップキックですよ。全部ドロップキックで押そうと思ってたけど、ちょっと無理やろ、ね僕ら早々に気づいてましたけどね。早いね。押し切れるかなと思ってたなかなか無理やったな。ドロップキック。ドロップキック。さっきちょっと一人で考えてて、なぁ思ってたけど。まあ、宮迫さんらしいっちゃ宮迫さんらしいですよね。まあ、ね、まあ、な。お箱芸ですから。まあちょっと、まあ、今はね、年齢的に打点がどんどん低くなっていってるんですけども、そういう体の面もね、ちょっと鍛え直してね、ドロップキックの打点もう一回ね、復活させてなと思ってるんですよ。あ、本当っすか。で今ちょうど案件もね、シーコーヒーさんがいただいてますから。そうそうそう、はい、そういうのをきっと絞って、絞ってね、包みの、そうね、こめかみあたりにこうドロップキックをこうと、ね、そういう動画も撮りましょうよそれはいらないでしょ。別にどれぐらい飛べるようになったのかっていう、その資料が僕のこめかみなんですか。はい、え、なんでなんで、いや、そこまで飛べるようになったらいいですよ。やりま、僕受け立ちますよ、そんな。ちゃんとその痩せて飛べるようになったの。マジや、あれ知らん。でも、ツッツンのこめかみっていうことは、もう全盛期以上じゃないんですか。だってそうですよ。全盛期はマジで、はい、余裕で飛べてたんですよ。あ、言ってましたね。そうそうそう、余裕で飛べてたんですよ。どっかにあるかもしれない。昔、学園祭、自分の高校の学園祭をお呼ばれして、その時、たまたま生徒が撮ってた写真が、すごいよ、もう。もう空中になんかほんま、真横にこの辺に飛んでる、静止してる写真、その時送ってもらったやつ、どっかにあるかもしれませんけどね。都市伝説で飛び越えたことあるって言ってました。
あ、あるでしょ。あ、違います。あの普通にあの180ぐらいある人に立ってもらって後ろから走ってきて肩ポーンって上飛び越えてましたか。実際そういうコントもやってましたから、登場でピョーンってやる。まあそんなこともね、いろいろやりつつ本当に新たな気持ちで今年1年頑張りますので皆様よろしくお願い申し立てまつります。終わりです。頑張ります。ファンの方と視聴者の方と会える機会とかちょっと作りたいですよね。あ、そういうのもあの もちろんその確かにコロナがどういうふうに収まっていくかっていうのもありますけど、はい、そういうのも考えてます。宮底チャンネルで人を集めたイベントって今のところできてないですからね、はい、一回もしてないんですよ、はい、まあ、それやっぱりちょうどやっぱコロナそうですね被ってしまってたのがあったので、そうですね、何かしらね、うん、そういう動きをしながらお笑いコンテンツももっと増やしていこうかなと、はい、いろいろ考えておりますので。ああ、なるほどなるほど。交互期待。そしてそのお笑いコンテンツをどこかイベントとしてあの会場でお客様を入れて客前でみたいなこともいろいろ考えておりますので楽しみにしておいてください。また今年も西野先生の家に突しに行こうか。まだプール置いてるよね。格好。あ、あのちょうど年末の大掃除の時に、処分。処分すな。プペルしょ、お寮が一生懸命作ったプペルを処分すな、お前。何してんねんや。すいません。宮崎さん。うん。換気も処分しました。処分すな。なんかで使えるかもしらんやろ、お前。アホやなぁ。お試合だったらもう一度作りますので。いや、大変やろ、こっちから。もういいわ。処分したんや。なんかプレゼントとかしたらよかった。お量の。いや、せっかく作ったんやから、もしかしたら欲しいっておっしゃられる方もいたかもしらんからさ。今後はじゃあね。はい、そうしましょう。はい、まずは今年、竜宮城をね。もう3月1日オープンはもう決定してますので、はい、あの今もうずっとそれだから結局あの正月休みは何や言うても、まあ、稼働は我々はいろいろしないといけないので、年明けたからといってねのんびりはできませんので頑張っていきましょう。はい、はい、というわけで今年もよろしく。もう一回やるな。目が大変。閉める前にお前振ってこいよ。いやね、前は皆様今年もよろしくお願い申し立てまつりまするよー。そのうちなんか怒られてる。やっぱり牛乳場もないし。もうええわ。寒いねん、ここ。